相棒、今日もしけた面してやがるな。明日を頑張るための命の水、ハーミッシュ、買っていきなよ。今日はこの値段で勘弁してやるよ。さあ、どうする？まあいいさ、いつでも来な。ここで待ってるぜ。何？あんた、もしかして客？話？なんで？ま、いいけど。
ここまで来ればもう安心かな。
開示。了。どうも。何か探し物かい？ここのモニターはどれも売り物じゃないんだ。悪いが他を当たってくれないか？
どうも。あなたが情報屋だと聞いてやってきました。ぜひ協力してもらいたいことがあるんです。一応それっぽいことをやらせてもらってる。アーミットほどじゃないからあまり期待しないでくれよ。で、何について知りたいんだい？ヤサ男ね。そういえば外から来て頻繁にハーミットのアジトに出入りしてるやつがいたな。年は30過ぎくらいか。いつもこの前を通っていくんだが、そういえばここしばらく見かけていないな。で、何について知りたいんだい？それについての情報はないな。残念だったね。で、何について知りたいんだい？で、何について知りたいんだい？それについての情報はないな。
アイリス終了。
張りがかなり多いね。正面から行っても騒ぎになるだけか。ここは諦めてどこかに潜入経路がないか探すのはどうかな。でも闇雲に探すわけにもいかないし、一旦街に戻って聞き込みしてみようか。何か知っている人が見つかるかもしれないよ。ちょっと待って、見張りたちの話気にならない？戻る前に聞いておいてもいいかも。レギオンなら簡単でしょ。とにかくハーミットの拠点に潜入する別の方法を探そう。思い出した。最近アジトに猫が入り込んでるって怒られたんだ。一体どこから入り込みやがったんだ？どこかにアジトに通じる道でもあるんじゃないか。そういえば猫なら連絡橋のそばでよく見かけるな。あの辺りに古い排気口があったような。そこから入り込んでいるのかもしれないな。排気口か。確かに気づかれなさそうだ。よし、座標データを送っておいたからマップで確認してみて。何か手がかりがつかめればいいんだけど。じゃあ早速行ってみよう。基本的にはこの辺りがハーミットのアジトみたいなんだけど、見つからずに侵入できそうなところを探してみよう。気をつけて、下に人がいるみたいだ。大きな音を立てちゃダメだよ。
な泥棒みたいな真似させることになるなんて。通信状況も微妙だし、狭いし、ダクトの中を飛ばすのは気を使うな。早くここから出たいよ。なんだか随分騒がしいね。見て、そんな、どうしてキメラと戦ってる。まさか見えてるってこと？誰が来た？どうだい、あのサンプルの調子は。はい、個人差はありますが、一度飲んだだけで十分戦闘できるレベルに達します。いいね。ってことはあとは奴だけか。何か掴めたかい？申し訳ありません、商法部の連中を総動員しているのですが。ここまで見つからないとなるとキメラ絡みってことか。ついてないぜ。今月の運勢絶好調のはずじゃなかったのかよ。すごい。もうこの程度のキメラではテストにならんな。それにしてもまさに奇跡だ。ついに反撃する時が来たんだからな。セントラルの奴らに一泡吹かせてやる。人類の救済、やりがいのある仕事じゃないか。なあ、あんたたちもそう思うだろう？そんなとこにいないで降りてきなよ。大したもてなしはできないけど歓迎するぜ。どうしよう、僕たちがいることバレてるよ。ここは一旦引いて立て直しを。やあ、はじめまして。俺はカイル。ここ五番街で慈善事業をやってるもんだ。おっと、自己紹介は不要だ。まさか天下の警察官殿があんなネズミしか通らないようなところを通ってくるなんてね。どうして彼女のことを？この町は俺たちハーミットのホームだって分かってる？どんな些細なことも秘密にはできないんだよ。それに電脳貴族と呼ばれる俺たちにかかりゃ、セントラルの奴らの情報だってピンからキリまで何でも手に入れることができる。黄色いあんたのことはどういうわけか全く分からなかったけど、そんなもんぶら下げてるやつのことを調べるのは朝飯前さ。じゃあここに来た理由も分かってるよね。なら、まあまあまあ落ち着いて。ここでは情報もただってわけにはいかない。事前授業といっても可愛い部下たちを養わないといけないしね。悪いけど持ち合わせはないよ。あんたが持ってるかどうか知らないし、警察官の発給に興味はない。でも代わりにいいもん持ってるだろう。その不思議な力、俺に見せてくれよ。そうそう、拒否権はないよ。ことになっちゃうのか。カイル、彼女が力を見せたら本当に情報をくれるんだよね？
セントラルのやつは利口で助かる。約束する。情報ぐらいいくらでもくれてやるよ。おっと、俺としたことが一つだけ伝え忘れてた。ここは見捨てられた世界。何をしようが咎める法も人もいない。Ah!
そんなもんか。その力、もっともっと俺に見せてくれ。最高。情報量以上に楽しませてもらった。約束破って嫌われてもなんだし。よし、あんたらが知りたいこと何でも教えてやろうじゃないか。それじゃあ早速って言いたいところだが、こんなところで立ち話もなんだ。ついてきてくれ。とりあえず行ってみようか。こっちだよ。ちゃんと俺の後ろをついてきてくれよ。勝手に先に行っちゃダメだぜ。気を抜かないで。罠が仕掛けられていても不思議じゃないよ。聞こえてるよ。そういうこと言うのやめてほしいな。昔ここにいた誰かさんを思い出しちゃうからさ。我らがアジトへようこそ。アイリス終了。